背部叩打法は誰にでも実施できる比較的簡単な方法です。喉を詰まらせた人の背中を強く叩いて詰まったものを取り除きます。後方から片手を脇の下に入れて胸と下顎部分を支えて突き出し顎を反らせます。叩く位置は両側の肩甲骨の間、そこを手のひらの付け根の部分で強く叩きます。椅子に座った状態でも、また倒れている状態でも同様に肩甲骨の間を力強く叩きます。